どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日は、一撃ね、9万7千マイルの獲得できるキャンペーンをね、紹介させていただきたいと思います。で、今回なんですけども、ANA ダイナースクラブカードでやっているキャンペーンで、ANA とね、ダイナースのクレジットカードということになっておりまして、一撃で 9万5000マイルがね、ANA のキャンペーン、プラスダイナースのキャンペーン、両方利用すると、9万5000マイルがね、獲得できるキャンペーンになっております。で、プラス、ANA はね、もともと、マイトモプログラムっていう、えー、ANA のね、えー、お友達紹介みたいなね、えー、制度がありまして、まあそちらはね、ANA カード、 えー、初めて発行する方限定にはなってしまうんですけども、え、ね、ダイナスクラブカードは、えー、ゴールドカードのクフリーになってますんで、えー、紹介してもらった人、えー、紹介された方、両方ともにね、2000マイルずつが、えー、入るっていうものになってまして、それを両方ともね、利用、えー、全部利用すると、最大で9万7000マイルが獲得できます。9万7000マイルっていい、<laughs> すごいですよね。あの、ビジネスクラス、 一撃乗れるだけではなくて、10万マイルまでプラス3000マイル貯めればね、えー、ファーストクラス片道乗って帰りエコノミークラスで良ければ、東京ニューヨークのね、えー、ファーストクラス片道、帰りエコノミークラスみたいな、そういう利用の仕方もね、できちゃうぐらいのマイレージの獲得数となっております。いや、すごいですよね。で、 今言ったね、ANA のマイトモプログラムなんですけども、えー、基本的に初めて ANA カードを作る方限定になってしまいますんで、もしね、あの、この動画見てる方で、周りにね、ANA 持ってる人探してもらって、まあこれあの、なんていうんですか、使っても使わなくても、あの、損ないんで、ぜひね、 周りに持ってる方探してみましょう。もしどうしてもいなくて、えー、この動画見ていただいて、もし私から発行されたいっていう方はね、あのー、私の概要欄に私のブログ載せておりますんで、もしね、あのー、ブログの方から、えー、お問い合わせいただければ、あの、紹介番号をね、お渡ししますけども、私にもマイルが入ってしまいますんで、えー、それはちょっとっていう方はね、<laughs> 周りでどうにかね、ANA カード持ってる方探していただいて、発行していただくっていう形になります。で、 えー、キャンペーンのね、詳細行きたいと思うんですけども、まず、えー、こちらの、ANA ダイナース Club c a は、えー、年会費が2万7千円税抜きでかかるクレジットカードとなっております。ですので、えー、今回もね、このキャンペーンは、えー、このクレジットカードを利用するキャンペーンなんですけども、えー、さらにね、年会費が上乗せでかかるっていうキャンペーンになっております。で、年会費2万7千円。 本会員が2万七千円かかります。で、家族会員の方は6千円っていう感じですね。で、えー、まず、ANA 側のキャンペーンをね、まず紹介していきます。最大で2万三千マイル。まあ、先ほど言った合計で全部で9万七千マイルなんですけども、その中の2万三千マイル。まず、新規の入会で2千マイルがもらえます。で、次に、ANA の登場日に乗ると5千マイルがプラスでもらえます。で、えー、期間中に、 50万円利用すると、1万5千マイルがもらえるキャンペーン。さらに、ANA ファミリーマイルに登録すると、プラス1000マイルが、ええ、失礼しました。えプラス1000マイルがもらえるね、キャンペーンになっております。で、これで合計で2万3000マイルとなってますね。で、プラス、ANA ダイナースの方でね、え利用、えー、キャンペーンですね。こちらは、新規入会するだけで1万マイルがもらえます。まず。 えさらにね、え入会後え30万円の利用で1万円。1万マイルですね。プラス120万円の利用で4万マイル。で、さらに今のね、30万円と120万円。まあ、合計で120万円使うと、まあ、120万円分のポイントがもらえますよね。そちらも12000マイルに交換できるっていうことになっております。で、 さらにね、まあ、これちょっとあ、あの、あの、関係ない、関係ないっていうか、その、ANA マイルには関係ないんですけども、本来ね、えー、家族会員も、え、有料なんですよね、家族カード。まあ、こちらが最大2枚までね、えー、年会費無料で発行できるっていう、まあ、こちらはまあ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 って感じですよね。まあ、えっと、で、入会でね、結局全部を合計すると、えー、入会で、 ANA とダイナース入れると1万2000マイルもらえて、120万円を使うと7万7000マイルもらえて、さらに ANA 便に乗ると5000マイル。で、ファミリーとファミリー、ファミリーマイルに登録すると1000マイル。まあ、これで合計で9万5000マイルですね。で、プラス、マイトモプログラムを利用すると9万7000マイルが 獲得できるっていうキャンペーンになっております。で、あの、気をつけていただきたいのは、えー、ANA メックスゴールドのキャンペーンもね、えー、先日紹介させていただきましたけども、あのー、今回のこの、紹介、あのー、キャンペーンはですね、あの、初めて ANA カードを作る方限定なんですよね。ですんで、えー、もしね、 え、二枚目以降、ANA カードは常に持たれている方ですと、最大7万2000マイルがもらえるキャンペーンとなっております。まあ、あの、相対的に見てもね、先日紹介した ANA アメックスゴールドのキャンペーンよりかは、獲得マイル数は、え、高くなっております。その代わり <laughs>、期間中の <laughs> 利用金額も <laughs> 120万円の決済が必要ですので、ま、これからね、え、10月、今10月ですので、 これから、まあ、ボーナスのシーズンになっていくんで、まあ、それまでにね、結構かけ、まあ、利用がね、えー、一気に利用する予定があるよっていう方はね、ぜひこのキャンペーン狙ってみてください。えー、7万2千マイルがもらえますからね。<laughs> あの、ANA マイル、ANA カードがね、初めてじゃない方でも。やっぱこれすごいですよね。で、で、で、ANA ダイナースクラブカードなんで、まあ、元々はダイナースなんですよね。 で、ダイナースは結構強くて、もちろんね、あの、結構有名なんですけども、まあ、プライオリティパスをね、同様のよ、同様の、えー、サービスが受けれるっていうことで、まあ、ああの、プライオティパスが使えるラウンジは基本的にダイナースが使えるような、えー、仕組みとなっています。ま、あこれもね、あのー、全部が全部ではないと思うんですけども、まあ、世界ね、850カ所以上あるんで、まあ、ちょっと、あのー、詳細欄にね、あのー、 ana ダイナスのね、ホームページはね、URL 載せておきますので、まぁ、あ、ちょっと、ね、気になる空港がある方はね、ちょっとそちらで調べてみてください。あと、えー、私のチャンネルで結構紹介している手荷物サービス。こちらはあの、帰り、えー、空港から自宅勤務先まで一個利用できます。まぁ、あ、あと、一番結構有名なのは、あれですね、エグゼクティブダイニングって皆さん知ってます、えー、結構あの、 ゴールドカードとか、プラチナカードでもね、結構多いサービスなんですけども、まあ、えー、カードを通して、カードデスクを通して、エグゼクティブダイニングっていう、まあ、高級コース、まあ、高級コースっていうのかなまあ、レストランのコースを、えー、予約して、2名分予約すると、まあ、1名分無料になりますみたいな。まあ、1人1万円のコースだと、まあ、2人で本来2万円ですよね。まあ、それが1万円になる。 みたいなサービスがね、ありますんで、そちらも ANA ダイナスついてますんで、まあちょっとね、ドリンクとかそういうものはね、別料金なんですけども、まあコース代としては、もし2万円利用すると、まあ1人1万円のコースを 2, 2人で利用すると、まあ1人分のね、利用金額でコース料理がいただけるみたいな、そういうサービスもあります。えー、いかがだったでしょうか今回はね、 ANA ダイナースクラブカードの、えー、キャンペーン紹介させていただきました。最大で9万7000マイルはね、獲得できますので、で、期間だけね、気をつけてください。10月の15日でこのキャンペーン終わってしまいますんで、あと本当に1週間ぐらいしかないですよね。ちょっと、これからね、利用。 集中させることができそうな方はね、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、最大で9万7000マイルが獲得できるキャンペーンですので、えー、多分私が知っている中で、今やってるキャンペーンの中で一番の最大獲得できるマイル数ではないでしょうか。えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。 えこの動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。えー、私のチャンネルではですね、こういう ANA、ANA マイルに関すること、あと、えー、クレジットカード、えー、お得情報、ホテルレビュー、えー、飛行機の登場レビューですね。あと私の大好きなね、ニューヨークの街、あとポイントサイトの、ポイントサイトの案件のね、えー、いいものね、えー、皆さんに紹介させていただいたりもしています。えー こんな感じでやってるますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。